だったら問題になっちゃうね。地震で即壊れて。壊れたのはどうする。この辺は地震がないからね、変わっていけるんだけど。そっち行く？こっち行こうか。新しく作ったもんならこんなわざわざ顔つぶしてなんか出てこないだろう。じゃあそっちはね。だけどこっちだって。あ、そうか。
あのネクタイの発祥の地ということで言われていまして、クロバッタ、まあ、クロワッタいろいろな言い方されますが、クロバッタのチャレンジということで2003年に、まあ、アートイベントといたしましてね、この赤い、はい、巨大なですね、ネクタイをこの人間の首にこう例えて、そしてネクタイを締めさせるというね、まあ、つけて話題になりました。長さがね、808メートルで、幅が、まあ、狭いところで8メートル、大きいところで25メートルのネクタイで、あの世界一長いネクタイということでギネスにも載っています。地名がないんだけど、この辺がおっぱいで、そこの後行きますロビー、それからコレッジ、それから元々はこの辺ですかね、ホテルとか、はい、ここはないんだけど、あとは割とどこでもオリーブオイル作ろうと思えば作れるんですけれども、特にこの辺りが、まあ大体三角形の地帯と言われているんですけれども、この辺りが、まあ、一番ね、あの質としてもいいオリーブオイルができるところということで、ね、知られています。さしてまあぐる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 回して。まあ大丈夫ですよ。これ。テコブとブラシを。そしてですね。あれをくるくる回していって潰します。そしてここからシュッとね、ワインを汁ローマのこの時代よりも後の宝石以降ということが名前出てきたので、